大吉、しょげててもしょうがないよ。これからこそ子供は子供らしく勉強できるんじゃないか。あ、ご飯にしよう。お母さん、戦争も飽きたんやで。ラジオ聞いたん？聞いたよ。でも、とにかく戦争が済んでよかったじゃないの。もうこれから戦死する人はないもの。生きてる人は戻ってくる。地獄曲さえなかった。ああ、なかったよかったな。お母さん嬉しい。バカ言わんと。大吉はどうなんじゃ。うちのお父さん戦死したんじゃないか。もう戻ってこんのよ。お母さん泣かんの、負けても。お母さん泣いた。死んだ人がかわいそうで、うんと泣いた。